多分ね、もう少しね、多分、あと1分以内にね、おそらくね、トレボラの方いらっしゃると思うんですけど、あれ？いつもご視聴ありがとうございます。通り青野でございます。めっちゃ曇ってますよ今日。なんと今日電動バイク乗ります。電動バイクですよ、電動バイク。あ、で実はね、10マイルバイクライブのナンバー12でね、お話ししたんですけど、つくば市にある電動バイクのカスタムメーカーさん、トレボラさんっていうのがあるんですよ。トレボラさんの電動バイクのね、試乗チケットをね、購入しまして、ちょっとね、電動バイクね、初なんで、どんなものかね、すごくね、興味があります。これからね、世の中の流れとしてね、車もね、電動化してますし、バイクもね、確実にね、日本のね、4大メーカーがね、電動化に走っております。川崎なんかは鈴鹿8台で電動バイクでお披露目しますし、ホンダと川崎が共同で、なんやらかんやらとか、なんやらかんやらかんやらみたいな形で、確実にね、世の中は電動バイクの流れになってきますので、まあさすがね、科学の街、つくばですよね。つくばだからあるのかもわかんないですけど、まあ電動バイクを披露目ようとされてるね、トレボラさんね、それでこのトレボラさんの、まあ、社長さん、お話お伺いしたり、実際ね、ローリー青のもうトレボラさんの電動バイクに乗ってちょっとつくばの街を試乗したりするので、先進的なね、ご視聴者の方ね、ぜひね、一緒に走りましょう。一緒に走れないけどな、まあ、ご興味ある方はね、つくばのトレボラさんにね、問い合わせてみてください。ちなみにね、ここがね、ローリアの卒業したね、教習所でございます。まあどうでもいいんですけど、いやー、このね、今ね、 FTR 短気筒ね、空冷短気筒でね、トコ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 ね、してるんですけど、このね、振動ね、おそらくね、電動バイクってね、振動ないんですよね。内燃機関もないし。さあ、トレボラさんのね、バイクね、どんなもんじゃいと。つくばにあるね、マクドナルドに着きました。多分ね、もう少しね、多分、あと1分以内にね、おそらくね、トレボラの方いらっしゃると思うんですけど、あれ？こんにちは。トレボラさんですか？こんにちは。すいません、ちょっとカメラ切り替えたんですけど、全く音がしなくてびっくりしました。すごい。間違ったら申し訳ないです。モーランドさん。はじめまして。よろしくお願いします。いや、すげえ。ちょっと撮っていいですか？ちょっと初めて見ました、電動バイク。これ中型なんで、これ中型？はい。250cc。250、はいはい。でモーターがこの真ん中に入ってます。はい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 。今トレボラ販売してる SC プロ5000W で、はい。TR 役とか RS8 は8000W。はい。両方ともモーターが全部真ん中に入ってます。なるほど。でバッテリーはここです。なるほど。やばかっこいい。やばいっすね。かっけえ。乗りたい。じゃあ今からSC TR役、はい、乗ってみよう。今ね、モーランドさん待ってます。あのね、ここね、ローディアの知らなかったんですけど、つくば市にある EV のね、充電のね、駐車場らしいんですよ。さすが科学の街つくば、進んでますよね。モーランドさん到着でございます。これが試乗車。そうです、これ STR 役。 STR 役のモデルは、はい、なんで役っていうことは、バッテリーは役アンダー。はい、皆さん、ついにね、トレボラさんの試乗車、トレボラさんのホームページ出しとくんで、見てください。
それでめちゃめちゃねかっこいいんすよフルカウル。実は僕2台目をフルカウルのマシンにしようと思ってて、電動バイクにもすごく興味があって、やばいですかなり興奮します。あのねバイクに乗り始めた時の気持ちになってます。今見たことないようなバイクなので、モナさんにちょっとね詳しくねご説明をさせていただこうと思うんですけど、その VTR はねこちらです。これが試乗車。そうです、これ SCTR 約8000ワットの方。8000ワット。はい、8000ワットって大きい。基本的にワット単位はどういうことか車種単位を測ってみますけど、はい、イメージとしては 250cc の一番近くになります。へえ、あ、じゃあ 250cc 相当ってことですね。そうです。トークは今ウィルの直接になってるので、はいはい、チェーンとかあないですね、うん、直接あの速度が速いんで、はい、イメージ的には 300cc の速さになりますけど、実際トークで測ってるのは、あと登録してるのは 250cc 以下です。へえ。中型っていうものはワット単位で2万ワットなんで、はい、あの20kW20kW。 はい、あとは大型。へえ、あ、そういう区分があるんですね。あの AT として使えます。あ、オートマ。オートマと一緒です。あ、基本的にハンドルだけに転する。ああ、なるほどね。アクセルは右で、ブレークは右と左と。これが何ですか。ここは基本はあのパークモードを戻っていただいて、はい、完全にあのアクセルしないように。あ、パーキング。パーキングがついてます。で、あと R と D と S がありまして、はい、基本はドライブモードで走るのは、普通のマイコモードではないけど、はい、あのスピードが最低限になりまして、はいはい、電流が最低限もあります、はい、でスポーツモードをしてもらうと、はい、電流がマックスまであの任せるので、自分が運転するところで。あ、じゃあ速いんだ。こっちの方が速いですね。へえ、これ R は何ですか。 R はバックもできます。バックができる。電気モーターなんで、あの普通ないので。はい、で、あのバック。わわ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 。速っ。おー、かっこいい。運転しやすいんです。へえ。さらにあの熱も出ないし、はい、電動バイ、電動オートバイの選べるのはやっぱり自然とか行くところでいろいろ聞こえるし、はい、はいはいはい、音も出ないんで、うん、あとカーブのところがアクセルもできる、ギアの繰り返しもないんで。なるほどね。あれ結構こっちの方が選択が多い最近。へえ。オートマ限定の方だったらなかなか 250cc 以下とか400以下でフルカウルのバイクに乗れないけど、トレボラさんのこれなら、はい、その免許でフルカウルのスポーツバイクに乗れると、はい、っていうところポイント。あ、そうです。ここバッテリーなんですか。バッテリーです。まあ、今マックスとして約アンパワーありましたけど、うん、はい、それフラッシュ、ファーストタイムお客さんがあれば約20、約40、約50。あ、増やしていけるんですか、はい、このキャパシティを。そうです。今販売しているのウェブサイトで十分、はい、約アンパワー 7.4kWh が十分と思いますけど、はい、なぜということは、うん、あの軽くしたい、はい、250に合わせる中型なんで、はいはい、充電どうしますかって話があった場合は、はいはいはい、そうですよね、100キロしか走れないんだけど、うん、高速とか、はい、山道行くと、はい、もっと伸びます。なぜということは、このモーターが、はいはいはい、回生モードができるので。回生、はい、ほうほうほう。回生ブレーキと一緒。はい、じゃあ充電できるってことですか。できます。山道降りると、すごくないですか。回生になりまして、回転数かけて、はい、デニマーダ戻って充電できます。電動バイクで、まあ、車もそうなんですけど、やっぱ電動って聞くと、航続距離ってあるじゃないですか。はい、で、まあ、100キロとか120キロとかちょっと心もとないし、ガソリンだったらガソリンがなくなったって言ったらガソリンスタンド行ってキュッてもう数分で終わるじゃないですか。だから電動の時に唯一僕が懸念なのが
航続距離と、あとその給電の方法とか時間っていうのがすごく気になるんですよ。みんなそうです。みんなそうですか。自分もそうだった。本当ですか。そこら辺、モラさんどうなんですか。はい、まあ、車 EV と同じように、はい、表示してるのバッテリーの量見えてます。ああ、はいはいはい。今までは、去年までは、自宅のチャージャー、充電器、はい。充電器ここはちょっと見てもらえば、はいはい、パソコンみたいな送信の、うんうん、ありますね、はいはい、ちょっと違うな形になって、はい、これ 85V 専用のコネクターになります、はい、これ DC なんで、はい、で家の役割からつながってチャージャーが 10A とか 12A 2種類が、じゃあ家で充電できるってことですか。できます。普通のコンセントで、はい、うん、ない場所はチャージャー持てないとかどうしますかって話よくありまして、はいはいはい、そうそう、それがすごく懸念なんですよね。今新しい出てきましたのは、はい、オンボードチャージャー乗せて、はい、ここオンボードチャージャー、オンボードチャージャーの中に入ってます。ここに、はい、はいはいはい、でこれがあのクイックチャージとして 200V、はい、200V つながって、はい、16A のチャージャー入ってまして、この上からつながります。200V のチャージャー、チャージ、はい、できると。でそれがどこに、ここつながります。これタイプ1っていうあのコネクターがありまして、これガソリンの、ガソリンの代わりに、それがちょっとここに、マジで、でオンボーチャージャーで、これこれです。 AC つながります。どうなんですか、これってイオンモールとか、はい、いろんな駐車場にある EV 自動車の充電あるじゃないですか、ガチャって、はい、あれが入る。あ、そうです。じゃあ充電しましょうか。あ、見ましょう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 。さっきのね、航続距離に一番のネックは、この航続距離を解決する策をトレボラさんはもうすでにもう実用化できていると。はい、じゃあモラさん、ちょっと充電を見させてもらっていいですか。国内だといろんな場所あります。ネクストヨタとか日産の方も結構多いんですけど、はい、で昼間しかやってないので、はい、今みたいにこういうチャージを EV 制御が今増えてます。はい、こういうコネクタガチャンと、うん、反応しました。反応しましたね。ちょっと時間あるので隣食べながら 2時間にしますとか、はい、1時間にしますとか、さしていて、しばらくお待ちください。あ、ピーでできるんですね。はい、あ、充電 OK です。今開始しました。あの充電が反応して、ここがチャージャーの条件が見られますので、今赤いの、あ、光ってますね。うん、これが充電してますよっていう。黄色いのはちょっと見づらいけど 80% 以下で、 80% 以上だったら赤になって、ここももちろん電圧が上がってる。この 78V っていうところ、あ、そうです、が電圧、電圧のバッテリーのレベルです。へー、ちょっとイメージとして E と F 残ってますけれども、はいはいはい、満タンだと84になります、うん、あ、光ってますね。面白いの。ボーランさん、これって、例えばね、ツーリングに行きましたと、はい、でバッテリー少なくなってきたなとってなったら、こういうチャージできるところを見つけて、はい、チャージすればどこまででも行けるってことですよね。その通りです。今まであまりなかったけど、分かった、今年から、うん、あの設置してる場所がホテルあったり、はい、あのお店もあったり結構増えてます。はいはいはい。でそれあるほど自分が基本的に通勤じゃなくてツーリングと先ほど教えてもらったので、うん、はい、明日あっち行くって予定して、うんうんうん、どういうところ行くか、うん、ちょっと海の方がホテル見つけて、はい、あそこ泊まるがあれば、はい、充電がオールする、まだお店に休憩してるところがお昼食べながら1時間程度充電したりとか、結構ルートが作ります。なるへえ。だからなんか今お話聞いてると、航続距離をメインで電動バイクに乗るならば、一番大きいバッテリー容量のを積んで、はい、このチャージできる仕様で乗ると組み合わせ、はい、ってことですよね。そうです。でそこら辺も、いや俺はもう街乗りだから100キロぐらいで全然いいよ、お家で充電するよっていう方だったら、そういう風な仕様にすることができる。そうです。私というふうに結構つくばでスポーツモード入れて、はい、あまり気にしてない、次の充電できることを、はいはいはい、あまりストレスならない。でも100キロ以上行くと、うん、ちょっと考えてアプリに入れて、じゃああっち行って充電しながら食べるとか、ああいうふうにプランを計画すれば、試乗ね、試乗してインプレッションして終わろうと思ったんですけど、あのね、ボーナスはね、熱すぎる電動バイク。あ、でこれね、2回配信しますんで、2回配信やばいね、面白い。
はい、モーラさんありがとうございました。ありがとうございました。またまたがってもないんですけど、でちょっとね、次週あの実際またがって筑波の街を乗ってみてその感想をお伝えするようにいたします。来週も絶対見てくださいね。これそれじゃあ皆さん来週も見てねー。ローリー青野でした。モーラさんでした。来週走ります。え、あ、そうか、音がしないんだ。はい、まずぐいーっと、うわ、全く音がなくて、はい、今10キロ、はい、20キロ、30キロ、うわ、やばこれ、速っ。